ハイボルテージスケートボーディングのマティです。今回はデッキを左右に振って前に進むトリック、チクタクについて解説していきます。コツポイントなんかも紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。レッツゴー。チクタクとはデッキのノーズを左右に振って前方に進むトリックのことです。時計の秒針の動きになぞらえてチクタクという名前が付けられています。トリック自体はスケート初心者の方がデッキに乗り慣れるために最初に練習するような地味なトリックですが、実はその後のトリックにつながるような動きが多く含まれています。前後左右の体重移動や上体の動きを使ったスケートボードらしいテクニックを身につけるためのファーストステップになります。今後のトリックのためにしっかり習得しておいてください。チクタクとは上体とデッキのノーズを左右に振り、そこで生まれた横方向のエネルギーを左右に振ったウィールに伝えることで前方への推進力へと変換し進む技です。まずは止まった状態からチクタクで前に進めるようにしましょう。スタンスは基本スタンスを取りましょう。ノーズ足はバランスが取りやすくデッキ操作がしやすいようトラックのビス上付近に置きます。チクタクではノーズを軽く上げる動作の連続になるので、テール足はテールを踏みやすいように先端付近に置いておきましょう。止まった状態からテールを踏み込み、ノーズを軽く浮かせて左右どちらかに振ります。反対方向に上体を振るための反動を得るため、ウィールに体重をかけて踏み込みます。先ほどノーズを振った方向とは反対方向に上体をひねります。上体の動きに追従させるように腰をひねりながらノーズを振ります。これらの動作を繰り返すことで徐々に加速させていきます。初心者の方が陥りやすいのが、チクタクしているのに前に進まない、後ろに下がってしまうといった問題です。これについて考えられる原因は2つあります。1つ目は重心位置が後ろに寄りすぎているということです。チクタクで前に進むためにはノーズ側の足に体重をしっかりかけて踏み込む必要があります。そのため後ろ重心になってしまうと踏み込みができないので、いくらノーズを左右に振っても前に進むことはできません。前重心を心がけて左右に振ったウィールを踏み込めるようにしましょう。2つ目は上体を使った先行動作がうまくできていないということです。チクタクで前に進むための推進力は足や腰だけを使ってノーズを左右に振っても得ることはできません。推進力を得るためにはノーズを左右に振る前に上体を大きくひねる先行動作が必要になります。この先行動作がスムーズにできるようになると推進力を増加させ加速していくことができます。フラットでチクタクがスムーズにできるようになったら、今度は上り坂にチャレンジしてみましょう。上体が上手に使えていれば、止まった状態からでもチクタクで坂道を登っていくこともできます。これができればチクタクは免許改善と言えるでしょう。ぜひチャレンジしてみてください。以上、チクタクの解説でした。この動画が参考になりましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。概要欄の方に僕たちの、詳しく解説しているブログや、あと Twitter、Instagram のリンク貼ってありますんで、そちらもぜひチェックしてみてください。以上、ハイボルテージスケートボーディング、マティでした。アディオス。